生の時に買われた途中で、バラバラになった状態で修理屋さんにずっと修理屋さんをたらい回しになっちゃったみたいな、で結局これ持った人がもう直せないんじゃないかとか思っちゃって、そして譲り受けたんですけどね。でまあその時調べたらどうにか組み立てられるという見通しがついたもんですからね。それで始めたんですよ。それがいつ頃ですか。もうそれでも10年近く経つかもしれませんよ。はいはい。でも1年ぐらいかかったような気がします。ああそうですか。最初はじゃあもうほとんど走れない状態。もう全然バラバラの状態で。ですか。じゃあ部品集めるのも大変だったんですか。そうそう。その時にだから部品を調べて、これ本当に組み立てるのがどうかっていうことから始まったんですよ。プラモのギアの順番は同じですか。これ大体3速の場合はこれセカンド、はい、トップで手前引いてローの上がバックですよね、はい、うん、4速ダットさんの中バックのところがローギアになりますね。でバックは引いて押すとかね。あ、そういうのがあるんですか。いきなり乗っても運転できないですねいつ壊れてもおかしくないですね。でも本当に乗用車って感じしますよこれ、うん、ああそうですね。普通にこういう道で走ってる分には不足はないですか、うん、性能的にといいますか。うん、そうですよね。そんなに。それとこのくらいの車になるとゆっくり走ってても後ろからホーン鳴らしたりされないですね。そう。ただやっぱり右折するときに本当に腕に支給方向刺激を見ててくれるのか、そういう心配ありますよね。だいたい今運転教本にも腕に支給方向刺激なんてないですよね、はい、だから私の知り合いなんかでももう一つ追加してね方向刺激をつけてる人いますよ、それの方が安心だと思います。ただ僕はそれをしたくないのはやはりオリジナルっていうのがいいと思うから、あえてしないんですけども、安全性のことを考えたらした方がいいと思いますよね。これもシートベルトはなくていいんですか。シートベルトは44年式以降はついてなければならないというふうに聞いてるんですね、はい、ですからそれ以前の車はついてなくてもいいというふうに解釈してます、はい、まあ、実際走るためには安全性のことを考えれば後からつけて、走った方がいいんでしょうけれども、まあオリジナルということで、このままで運転してます、はい、まだシートベルトなんてなかった時代なんですね。まあそういうことですよね、はい、まだまだ車もほとんど走ってないんですか。33年ほど、僕が知ってる限り僕の小学生の頃を、はい、まあ、村で乗用車があるとすれば、はい、お医者さんが乗ってるぐらいですよね。 あとは三輪車とか、ダットサントラック、そういう時期ですからね、はい、だから僕小学校の頃、予防接種ですか、はい、あの時にそのお医者さんが乗ってきたプリンスのグロリアをね、いまだによく覚えてますよ。ああそうですか、はいはい、宿場町、そうですね、そういう古い町並みがあって、